青コーナーよりジュニア最強の称号を引っ提げ、獣神サンダーライガー入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しております、この男、獣神サンダーライガーが入ってまいります。赤コーナーよりハイブリッドの風が吹き荒れる選手入場。さあ、戦いの果てにある答えを求め、熱き魂が入場してまいります。ガンガン行け！バーリトゥードゥルール5分3ラウンドを行います。青コーナー170センチ、95キロ、獣神サンダーライガー。ライガー。赤コーナーオリジナルレスラー。頑張れ。レフリーレッドシューズ運の頑張れ。さあ、運命の鐘が鳴った。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。その辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。ブロックします。足に照準を絞るのでありましょうか。テイクダウンを奪います。馬乗りからパンチを浴びせる。ブロックした方がいいですね。そうですね、馬乗りからナックルを入れていく。逆に上になります。取れませんね。はい、上を取ります。足を絡めます。強烈に打ち込みます。ナイスパスガードですよ。はい、マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。ガードを取ります。スイープしてまいります。外してまいります。あっと、そのまま倒します。逆に上になります。下から返してまいります。スイープしてまいります。ガードを取ります。上を取ります。マウントポジションからナックルを打ち込む。下から切り返します。マウントポジションからナックルを打ち込む。うまく返しましたね。ええ、上を取ります。逆に上になります。スイープしてまいります。そのままパンチを払っていく。グラウンド状態からのパンチコ
攻撃。パスガード、あっとマウントからのパンチ。馬乗りからナックルを入れていく。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。ストバックに突き刺さります。あー、チョークスリーパー。あっとここで